ちは。こんにちは。はい、プロに入ってね、ヤクルトに入団し、はい、まあ、いろんな壁をに当たりながら、ね、行ったけど、まあ、ヤクルトから巨人にトレードされます、はい、そうですね。で、監督が親父と、はい、やりにくくなかった。やりにくい部分もやっぱあったでしょうね。そうでさ、まあ、例えば親父と話した。いやいや、基本的にはプライベートな話は一切しませんでしたよね。逆に近い場所にいるから距離が遠く取るみたいな。だから、まあ、グラウンド入る時の挨拶とか、まあ、もちろん先輩方に挨拶するのと同じ感覚で挨拶もしたし、うん、終わった後も挨拶だけで終わりました、まあ、例えばさ、なんか昔風に言うとさ、親父と息子の関係は一切ないぞってこのグラウンドではとか、はい、そういう話とかあったの？いや、そんな話もせず、うん、お互いの暗黙の了解みたいな感じで、うん、だから俺、その後に克則が入ってきたんですよね、ヤクルトに。その時の話聞いたら、もうね、野村さん俺すごいなと思ったら、もう克則溺愛してるわけですよ、うん、だから親子の関係で普通にやってたっていうわけ。まあそうだよ、グラウンドで。でしょ、だったんでしょ。思ったのは、うん、一軍みたいなのはちょっと、それは、ね、ちょっと思ったけど、それは俺言わないけど、俺勝つのにいいやつだから、うん、まあ、それ言わないけど、でも関係なかったらしいの、うん、周りから聞くと、うん、ああ俺もそうしとけばよかったかなとかさ。いや、息子からはできないよ、うん、でもあれは勝つのにももしかしたらそれは言ってないですよ、うん、野村さんはうちの息子なんだから何お前ら周りはみたいなのがあったらしいのね、うん、ああいいなって。俺野村さんって逆に尊敬しましたよ。それ、いや逆にそうしてほしかった。いやいや、そうしてほしくはないですよ。そんなことしたら自分の居場所もなくなっちゃうし、うん、まあそうだよね、嫌なんだけど、うん、でもそれを野村さんからも聞いたし、野村さんのだから親父が僕の首切った時って、野村さんってお前の親父なんてことしたのって言いましたからね、僕に。ああそう、俺だったら絶対しないよっていうわけ、うん、球団が勝則首って言っても俺がさせないと、俺が監督の時はって言いましたよ、うん、はっきり僕に。ああいいですねって、野村さんいいなって、俺ぐらいましく。ああそういうことあったんだ。 ありましたよ。でトレードの時って、うん、あれなんでトレードになったかって皆さん知らないと思うんですけど、知らない。当時、ヤクルトのオーナー様がいらっしゃって、その方が親父さんがジャイアンツに返り咲いたんだから子供は親の元へ返すべきだろうで決まった戦力とかじゃなくて本当にそれで、ね、本当にだからトレードでも何でもないでしょ。金銭でのトレード特別だったんだよ、ね。まあ別に俺がトレードされるような人間でもないんだけど、ヤクルト時の実績考えたら。でも金銭も人的もないってあんまないでしょ。まあ、ないよね。ただ上げるみたいなね。落合さん取るのに4対1とか5対1のトレードとかの一員とかだったら俺もわかるけど、お金も人的もないんですよ、保証が。いやでもヤクルトのオーナー様はすごくやっぱりそういうなんだろうな、親子間のな優しい方なのかなって僕は思いましたけど、ね、でもその時そのトレードになるって聞いてどう思ったの？ジャイアンツの厳しさも知ってるわけじゃない、はい、もう小さい頃から。でも半分はやっぱり87年に抱いたジャイアンツに行きたかったっていう気持ちがまたメラメラと湧いたし、ああ親父の元で野球ができるんだ、あ親父からやっと野球が教われるかもしれない、あそうか、蓋を開けたら違うんですよ、うん、行く前ね、と思ったし、ああ憧れのジャイアンツのユニフォーム着れるんだ。小学校の時やジャイアンツのユニフォームってパジャマであったじゃないですか、あれ着て寝てジャイアンツの帽子かぶって小学校行ってた時のなんとなくジャイアンツの憧れみたいなものがこう当時僕は24ですかね、25かなの時にふつふつと湧いて、ああ面白いなって思いましたね。面白くなるのかな、でも相当大変なんだろうな。まあそうだよね。ああっていうためまたマスコミもまた熱を帯びるしね。そうですね、うん、で松井が入ってきてもうくちゃくちゃじゃない。で前々回か前回のこの YouTube の時に江川さんの話僕したじゃないですか。あの時に最後のフリーバッティングって僕右じゃないですか、うん、松井左じゃないですか。最後のフリーバッティング練習って僕と松井で終わるんですよ。で松井はもう高校生でマスコットバット持って、宮崎の風って春って
ライトから豊さんご存知のようにホームベース向かって吹くんで、駒田さんとか吉村さんもうホームラン出ないんですよ、練習でも逆風だから。それを松井はマスコットバットでドーンって打ったら、そのまま向こうのネットドーンって突き刺すんですよ松井高校生で、うん、普通じゃねえなと、うん、普通フェンス越えないんですから、うん、ライトからホームに向かってずっと逆風吹いてんだから、うん、まあかなりの強めなの、ね、かなりの強め、海側からの風だから、うん、松井半端じゃねえなと思って見てて、隣で打ってますから、うん、俺も自分のバッティングちょっとやめてあいつを見たりするわけですよ、うん、ほらバッティング練習って交互に上げるから、そりゃそうだよね。で88年の2月のキャンプですよ、江川さんが来たんですよ、うん、キャンプに。もう俺ドキドキ、その時初対面じゃないかな。初対面じゃないです。江川さんとの最初の初対面は、江川さんが大学の時に、うん、タオさんと一緒にうちの実家に来てるんです、親父に会いに、うん、内緒で。それなんで、なんでか分かんないです。多分将来多分ジャイアンツに飛ぶぞっていう話、うん、タオさんと江川さん多分同じでしょ。仲いいでしょ。あ、じゃあやっぱりそうだ、タオさんの方が一つ目か。あるんですか、うん、じゃあ多分タオさんと江川さん一緒に来てます、うんうん、うちの親父、あの実家に。で江川が今日来るよって親父が言って、俺別に同席はできないから、その中で、うん、俺その時まだ小学校かな、うん、小学校だ。で江川さんの前で庭があるんですよ、うん、そのリビング江川さんたちが座る。で江川さんどこ座るのって言ったら、ここ座るって言うから、そうか、江川さんはじゃあ庭を見たらこの辺が見えるんだろうなっていうことを計算して、僕ずっと江川さんがいる間スローイングの練習とか庭でキャッチボールみたいなことをずっとやってた。かわいいね、小学校の時江川さんへのアピールですよ。江川さんに見てもらいたくて、で最後何か言ってくれるんじゃないかと思ってアドバイスを、何ももらえずまあそれはそうですよ、会えなかったら ね、 まあね、っていうところから江川さんの、江川さんだって緊張してるよ、まあ親父と会うからね。そうだよね。そりゃそっかっていうの、それ余裕はないよ。そうですよね、うん、っていうのがあって、そこからまあ巡り巡って25の時のまあジャイアンツのキャンプに江川さんいらっしゃったわけですよ。うわー、もう俺嬉しくて、江川さんになんて言われるのかな。でもその前に江川さんの番組で、僕がヤクルトの時に、江川さんも僕がヤクルト入った時もちろん、あ、解説1年目だ、辞めた年だから、そうだ、池山と僕の比較を番組でやったんですよ。で江川さんが投げるとしたら、江川さんは池山にはこういう攻めをする、一茂にはこういう攻めをするっていうことを僕たまたま見てたんですよ。池山は5球かかると、ツーツーからしか勝負できないと、一茂はやっぱり3球で終わるというのを聞いてショックを受けて、俺は池山には負けたくないなっていうのを22の時に思ったのがあるわけ。でもそれはそれでいいんですけど、でも江川さんの憧れは全然変わんないわけ。で25の時に江川さんがキャンプ来て、うわー、で江川さんが来たらジャージに着替えたんですよ、うん、でスパイク履いてグローブ持ってるんですよ、うん、あれ江川さん投げるのかなと思って、うん、ドキドキしちゃったわけ。これまあ後から思えばあのテレビ局側の企画ですよね、うん、そしたらバッティングピッチャーの方にことことこ歩いてって、俺と松井の時に松井の方で投げたんですよ俺の方じゃないんですよで江川対松井の企画を日本テレビがやったわけですよ。もう悔しくて、俺は俺に一球でもいいから江川さん投げてよ。もう憧れだもんね。もう憧れだから、もう対戦したくてプロ目指したんだもんね。そう、でも僕の計算が正しければ、江川さん僕が21の時に引退されて、あの時25だから引退してまだ 3,4 年しか経ってないんですよ、うん、で多分その企画があるって多分江川さん分かってたんで練習してたと思うんですよ、うん、まあそりゃそうだね、多分松井と対戦するから、うん、僕横で見てたけど相当えげつないボール投げてました江川さん。まだ投げれてた、投げれてた。で松井はどうだった？松井はやっぱりちゃんと前行ったボールもあるけど、うん、全部捉えてなかった。やっぱりあのホップするボール、まあね、健在で最初悔しかったんだけど、その対決見て俺も嬉しくなっちゃって、はあ、ジャイアンツ入ってよかったなって思ったその時ね、その時に。でも2月にまあジャイアンツでねプレーをどんどんするわけじゃない、その時にまあ原監督現在の、はい、原さんまだ現役です もちろんね、その時は代打を出されるわけじゃない、ね、
で一茂が行くわけじゃない。あれ参ったよ俺も。でそれをコールさせたのが親父じゃない、はい、その時本当に素直な気持ちどう思った。当時の4番だもんね。原さんに代打やめてよと思いました。だって原さん4番だから、うん、まあ効果か効果分かんないんですけども、その後あれ8回かなんかで原さんに確か代打 出されて俺にね。で9回の表あの時は東京ドームだったかな。だから9回の表の時に僕ら守備つく時に4番サード長嶋っていうのが、うん、コールされた。1回だけコールされたんですよ。それ生涯1回だけなの。生涯1回だけです。4番サード長嶋は1回だけ。あの時は俺何だったんだろう、セカンドゴロか三振かなんかしたのかな、代打で。あれは実は当時バッティングコーチ淡口さんだったんですよ、うんうん、で原さん調子良くなかったんですよ確かに、うん、調子悪かった。で6回ぐらいから淡口さん立つって言うんですね。原さんのこと立つ調子悪いから3打席目かなんかで凡退したら4打席目お前行くからなって言われたんですよ急に、うん、え俺が原さんの代打行くので、3打席目に原さんやっぱ凡退したんですよ、うん、となると4打席目も僕なわけですよ。で今から考えればですよ、そこまで決まってるんだったら守備固めから入れてくれてもいいじゃないですか。まあね、代打というより代打よりは、いや代打まだちょっと代打を出される自体がプライドを築けるでしょ、うん、感じだよね。だったら6回原さんがそこまで決めてるんだったら6回原さんが凡退した後に俺が守備固めでもしね最悪ですよワーストパターン行けば原さんがもしかしたら怪我かなんかであと不調かなんかで変わったかもしれないみたいなエクスキューズも多少あるでしょ、まあ、体調とかね体調とか、うん、だって原さんウェイティングサークルでバット振ってんのにそこで急に代打俺ですよ。でそれは決めたのは粟口さんなんです。それを俺聞いてたんです。粟口さんが親父に進言したんです。で粟口さんの頭の中ではもう4打席目原さん変えるって決め、親父はそんなこと全く思ってないですよ。でも粟口さんが進言して一茂でいきましょう、辰に変えてって言って、親父も多少その原さんが調子悪かったのを知ってたかも分かんない、うん、いや知ってるよ俺多分それは知ってる、うん、何にも考えずに俺のコールしちゃったんですよ、うん、でコールされちゃったら嫌ですって言えないからね。いやいや僕結構ですみたいな言えないからね。いやそれ言ったら次の日2軍でしょ。いやそれそうだよ、だって監督の命令に背いたってこと2軍でしょ、うん、あれはね俺もう6打席凡退なとこから4打席目ちょっと待ってくれよ、あの時だって俺以外にも多分左バッターいただろうなと、ピッチャー右だったらね、やっぱ嫌だった。まあ嫌だよね、まあなんかあの時はそうですね。でも俺が9回表がなんか守備ついて4番サード長嶋っつってやっぱドームが湧いた時とかね、いやそら湧くでしょう、すげえ複雑な気持ちだよね、うん、なんかヒットかなんか打って守備入るんだったらかっこいいけどさ凡退してんだもん。いやでもさ4番サード長嶋をまた聞けたっていうのはさ、やっぱいろんな日本人のどうなのかな、そジャイアンツファンとかさそう思う方もいらっしゃるし、いやそれは良かったんだと思う。本人はそっちの方にはやっぱり行かないよね、うん、まあそりゃそうだよ多分ね。そこまでおこがましくやってたら、うん、それはダメだと思うんですよ、うん、だからなんかこうちょっとそういう時を思い出しますね。いろいろありましたね。でも親さんが引退して、はい、初めての4番サード長嶋だったわけでしょ。そうですね、だからそれはすごくそのコールっていうのは懐かしいと思った人たちもいたと思う。約20年弱ぶりに東京ドームに4番サード長嶋って1回だけ、うん、でもそれもやっぱプロ野球の一つのエンターテインメントというか、うん、だからまあ100歩譲って粟口さんも親父もそれを考えてたっていうことにします。そうした楽天的に考えさせてもらえば、まあまあそうだね、だってもう過去起きたこと変えれないから、まあそりゃそうだね、うん、でもそのコールはやっぱこう聞きたかった人っていうのはたくさんいたと思うからそうしておきましょう。いやもうそうしますよ、はい、はい、もうそこはもう謙遜せず、あ俺はいいことをしたな、俺がしたんじゃねえんだけど、そうそう、いやいややっぱりいないとできないから、そうですね、うん、もうそう思いますよ、はい、はい。